大津市科学館は、滋賀県大津市ゼゼ本町にある科学館、琵琶湖関係の展示物が多い。プラネタリウムによる天文の学習、科学に関する常設展示による学習その他科学の学習の推進に関することを目的とする、プラネタリウムを有する。青少年の科学教育の振興を図るため、1968年に開催された、 琵琶湖大博覧会のテーマ館であった琵琶湖館を活用して1970年10月に開館した。この時、館内には科学展示室や実験室、図書室が設置された。科学館の開設と同時に、大津市立中央小学校にあった大津市立教育研究所と滋賀会館にあった大津少年センターも、科学館のある建物に移転した。滋賀県内では、 希望が丘の総合教育センターに次ぐ2番目のプラネタリウムが1974年5月に設置されたが宇宙開発競争により宇宙への関心が高まっていたことが背景である。1976年4月5日には展示物として国鉄 C57 型蒸気機関車128号機が設置された。128号機は 科学館の移転後も引き続き展示されており、旧科学館跡地は遊びの森 SL 公園となっている。その後、大津障害学習センターの建設に合わせて、科学館は1992年に、仁尾の浜から丸の内町へ移転し、リニューアルをオープンした。科学館の開設時に移転してきた大津市立教育研究所と大津少年センターも科学館に合わせて移動している。 生涯学習センター内に展示ホール、プラネタリウム、天文ドーム、実験室、工作室が設けられた。開館から約20年が経過したことから2012年から2013年にかけて大規模リニューアルが行われ、2012年3月にプラネタリウム、2013年3月に展示ホールがリニューアルをオープンした。この時、プラネタリウムは、 工学式からデジタル式に変更された。プラネタリウムは2015年度は約3万3000人の利用があり、日本プラネタリウム協議会による調査では小規模施設としては観覧者数で西日本1位、全国3位となった。さらに2017年度では全国2位となった。幅広い客層を意識した上映企画や集客努力が功を奏したとされる。 大津市歴史博物館史史編纂室、図説大津の歴史下館大津市、1999年10月1日。ありがとうございます。